水素爆弾が膨大な量の放射性効果物を生み出すという事実は終末兵器という概念をより現実的なものにした。終末兵器、または最終兵器は惑星上のすべての生物を滅ぼすことができ、終わりの時をもたらすという仮定上の装置、兵器。終末兵器や核のホロコーストといった概念は20世紀、特に第一次世界大戦以降に、 文学や芸術分野から発生したもので急速に進歩する科学技術が最終的に世界の破滅をもたらすという現実的な恐怖をその端緒としている。この問題を扱ったサイエンスフィクションはこれまでに世界中で数多く執筆されてきた。1960年代に英語でドゥームズデ a マシンという語が登場したが、 次第に党員を踏んだ、ドゥームズデイデバイスという表現が広く用いられるようになった。1954年、高出力熱核爆弾を用いた最初の核実験である、ブラボー実験がアメリカ合衆国により実施された。第五ーマルをはじめとして、数多くの放射線被害を引き起こしたこの実験は、広範囲に死の灰を降らせあらゆるものを汚染することができる兵器の出現を意味した。 水素爆弾開発に反対したレオシラードは将来的に終末兵器コバルト爆弾が製造可能になると述べ警鐘を鳴らした。この爆弾は熱核爆弾を数百トンのコバルトで覆い起爆した際に莫大な量のコバルト60を飛散させるというものである。強い放射能と長い半減期を持つ放射性効果物が世界を覆うことで地球上の生物は死滅する。 ランド研究所のハーマン・カームは、ソ連かアメリカが終末兵器的なシステムを構築するという過程を示した。これは多数の水素爆弾をコンピューターで管理し、いざという時に全てを起爆して地球上を放射性効果物で覆うというもので、このシステムを作ることで他国からの核攻撃に対する抑止力になると述べたのである。 終末兵器で敵からの核攻撃を防ぐという理論は、間を置かず、自動的に反撃を行うために、人間が介入しない、コンピューターシステムに頼る、必要性が生まれてくる。カーンは、一部の計画立案者が、終末兵器を相手に対する、絶対的な脅威として利用し、大量報復をちらつかせた、危険な瀬戸際政策に走る、可能性があることを認めている。 これは1950年代の米ソが取った核戦略からしても十分現実味のある予想である。一方でカーンは、米ソどちらの陣営でもない大 N 国家が終末兵器を手に入れ、起動してしまう危険性があることを指摘するとともに、自身はアメリカが終末兵器を持つべきという論の提唱者ではないと主張している。ソ連では、冷戦中にシステマピリーミトルが構想された。 これもフェールデッドリーによって世界中に放射性効果物を降らせるシステムであり終末兵器の一つとされた。核兵器の出現と戦争による人類破滅の恐怖の増大により終末兵器の概念は1950年代以降により知られたものとなっていった。映画、博士の異常な愛情ではアメリカがソ連への核攻撃を中止しきれずに システマピリーミトルを起動させてしまい、地球が滅ぶ様子を描いている。よりスケールが大きなフィクション作品では、終末兵器と共に、様々な SF 要素が詰め込まれた兵器が登場することがある。映画、スター・ウォーズシリーズに登場し、宇宙空間を浮遊して、惑星を破壊する能力を持つ、宇宙要塞デススターなどが有名である。 人工知能が人間を凌駕するという有名な SF の命題に終末兵器が絡められる場合もある。映画、ウオーゲームではコンピューターが米ソの核戦争危機器を引き起こす様子が描かれるほか、映画、ターミネーターでは人類殲滅を試行するスカイネットが登場する。ありがとうございます。